こんにちは。今日は若い人たちってどういう人たちなのというのを含めてお話します。最近ノートからノート .com こちらから、YouTube の方に来てくださる方が増えています。で、視聴してくださる年齢も前は50代の方だったんですが、最近20代、30代、40代、こちらだけでも 40% ぐらいの方がいらっしゃいます。特に20代の方が 12% ぐらい、かなり増えましたよね。で、どうしてもね、あの年の上の人向けの動画になっていたので、今日はじゃあいつから王の人たちで、いつまでその人たちなので、この人たちの違いは何、ここをちょっとお話しします。若い人に向けて、若い人たちは今自分がどういう位置にいるのか、で、年配の人たちは若い人たちってこんなに違うのか、この2点をお話ししていきます。まず平成6年平成4年生まれの方、手挙げて何人もいますよね。はい、じゃあ平成4年生まれの中で8月6、7日までに生まれた方、はい、平成4年8月7日生まれの方よりも年が上の人は全員その人です。その時代の魂です。もちろんね、移行期という説もあるんですが、まあ、そうか王か、この2つで分かれるならば、平成6年8月7日、1994年の8月7日なんですよ。要はここのプログラムの話です。で、ここの前かここの後かでまるっきり考え方が違います。平成平成4年8月8日生まれよりも後の方、今25歳、26歳ですね、よりも若い人たちは王の人たちです。で、この若い人たちはそれまでのその人たちと全く考え方が違います。そもそも魂レベルが1億違います。1億年余分に生きた人たちが平成の4年以降生まれています。ですから今60、70、80の人は幼いんですよ。まあ、50代、40代でしょうね。1億年もね、魂年齢が違ったらすごく幼いですよね。これが現状です。で、若い人たちは王の魂なので、考え方がすごくシンプルです。簡素でシンプル、求めるものも単純、楽しいことです。で、お金を使わない人たち、お金ではなく時間を大事にする人たち、こちらが若い人たち、王の人たちの特徴です。心の時代の人たちです。例えばテレビを見ない、これが典型ですね。テレビに時間を取られるのはもったいないって皆さん言います。必要なことはビデオに撮って 1.4倍速、2倍速、 YouTube なんかで2倍速で見るというぐらい時間を大切にします。だら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 時間を潰すことを嫌います。で、自分のしたいことだけをします。あ、若い人たちの話ですよ。平成、4年8月8日以降の王の、ね、魂を持った人たちの話を今しています。10代の方、20代の方、20代の半ばですね、皆さんこういった傾向を持っています。で、自分の人と好きな人としか付き合わず、自分の楽しい、自分が楽しいと思うことしかしない、嫌なことはしない、学ぶことが好きで、学ぶというのは勉強ではないです。自分がやりたいことを一生懸命調べて学ぶんです。それこそ英語ができなくったって海外サイトまで覗きに行って、翻訳機能を使って一生懸命翻訳しますよね。でも、その時代の人ってこういう努力しないんですよ。めんどくさい、やって、これが特徴です。めんどくさい、お願い、これ教えて、やって、これが特徴ですね。だから
あなたが、王の人であれば、王の魂であれば、その魂の人は怠け者で、めんどくさくて、嫌な存在なはずです。親御さんとか、上司とか、先輩とかね、めんどくさい存在なはずですよ。この感覚は合っています。非常にめんどくさい人たちです。関わる関数を減らしましょう。正しいですよ、これは。あなたが間違っているわけではありません。あなたの感性が正しいです。で、これからはこういう社会になります。関わりがどんどん減っていって、自分のことは自分でする。わからないことは調べる。知ってる人に聞いて、もう一度再度調べる。ここなんですよ。知ってる人に聞いたからといって、鵜呑みにしないんですよ、若い人たちは。これが嘘ではないだろうか、正しいんだろうかというのを再度調べるんですね。だから詐欺に会いにくいんです。詐欺というのは、なぜ起こるのかというと、楽をして稼ごうっていうことではないんですね。今そのお金が社会に蔓延しているので、これを全部王のお金に変えるため、どん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 引き出している。だから王の子供たちが関わることがあるんです。ただね、王の子供たち、若い人たち、これ犯罪に手を染めるのは良くないです。なぜかというと、まだその制度なので、かなり年齢がいくまであなた の記録が残ってしまいます。で、王の時代になると犯罪やなんかもいろいろ変わってくるのでね、今とは制度が変わるんですが、今はまだその制度が残っていますので、悪いことに手を染めない方がいいと思います。ここら辺の境がないのが王の人たちですね。いいじゃん別にって、どうせお金使わないんだしって、使いたい人が使えばいいじゃんってね、一歩間違えると考える人も多いので、ちょっとここは名前が残るのはあまりよろしくないということを伝えておきます。で、若い人たちが楽しいことを求めて、自分のことは自分でする。で、自分がやりたい人、付き合いたい人としか付き合わないというのは当然のことです。王の子供たちだから。で、この人たちがリーダーになってくると社会全体が変わってきます。だから、ちょっと傾いてる会社はなるべく26歳ぐらいの方を、上に、長に立たせてね、大改革するといいんですね。26歳ですね。今、今年26、7、これから27になる人、26歳の人を、起用すると、自分のところの売り上げその他変わってきます。発想が違うから。で、この人たちが育つのを待ちましょう。あとは、若い人たちの特徴として、もちろんテレビを見ないって話しましたよね。で、LINE やなんかも既読だのなんだのめんどくさいんで、最近は既読だのなんだのつかないものが流行っていきます。で、自分たちで独自でアプリ作ってね、連絡し合うなどね、変わってくると思うんですね、状況が。私たちね、その魂の人たちは、もっと若い人たちの感性を取り入れて、もっと楽しく楽に暮らすことを目指していきましょう。今日は若い人たちは王の魂だというお話をしました。またねー。